アパッチキャットとはオーストラリアで生産された競争場である。バレーは南半球表記とする。3月に競争場デビュー戦を迎え、デビュー初戦で初勝利を挙げた。その後は2001勝でシーズンを終えた。8月の休養明け初戦は、重賞競争初挑戦となったマクニールステークスに出走したが5着。続くギニープレリュードを制して、重賞競争初勝利を挙げた。 そして自走は G1 競争初挑戦となったコーフィールドギニーに出走したが7着という結果に終わった。レース後は休養を挟み2月の休養明け初戦こそ3着だったが続くシュベッパーベスセンスカップを制し重賞を競争2勝目を挙げそして自走のオーストラリアンギニーを制して G1 競争初勝利を挙げた。さらに続くファーラップステークスも制して3連勝を達成したが 次のドンカスターハンデキャップで14着という結果に終わりシーズンを終えた。このシーズン序盤は主に重症戦線を走るが勝利、できず、休養を挟んだ2月に、重症競争に連勝を含む3連勝をしたが、G1 競争では、ジョージライダーステークスで一番人気に支持されたが、原田さんに敗れての2着が最高順位だった。休養明け初戦のブレッチングリーステークスで、 原田さんは相手に勝利したのを皮切りに、続く JJ、リストンステークスも制し、次の魔界 BD バステークスこそ2着だったが、その後は、休養ハサミコーリー・ブラウンとのコンビで、ライトニングステークス、オーストラリアステークス、TJ スミスステークス、BTC カップ、ドゥームベン1万の5つの G1 競争を後連勝して、シーズンを終えた。なお、 これらの成績が評価され当シーズンのオーストラリア、最優秀スプリンターに選出された。休養明け初戦は、パティナックファームクラシックに出走したが8着となり、連勝がストップした。その後ウィンターボトムステークスに出走したが、テイクオーバーターゲットに敗れて2着。次に、香港に渡り香港スプリントに出走することになった。マルシャンドールやローレルゲレーロといった。 競合馬を相手に一番人気に支持されたが、レースではインスピレーションに破れて三着となりその後、帰国した。2009年の初戦は、連覇がかかるライトニングステークスに出走することになった。熱波の影響で開催が危ぶまれたが、予定通り開催された。しかしレースでは、シーニックブラストに破れて9着という結果に終わった。その後、2月のオーストラリアステークスに出走し、 連覇を飾った。その後、連覇がかかった TJ スミスステークスに一番人気で出走したが3着と完敗した。その後、5月の BTC カップでは3着に敗れるも、2週間後のドゥームベン1万に出走し、連覇を飾った。休養明け初戦はマニカとステークスに出走したが6着に敗れた。続くスキラッチステークスでは2着に終わるも、 シュエップスステークスを制した。続くパティナックファームクラシックでは4着に敗れた。その後、香港に遠征し12月の香港スプリントに出走するも7着に終わった。このレースを最後に現役を引退した。ありがとうございます。